アニソン大好きな元音楽教師、シンガーソングライターをさせていただいてます、マミナと言います。よろしくお願いします。暑いですね。ボイスボイスボイスは2ヶ月ぶりですね。先月惜しくも雨で中止になったので、私も5月からここに初めて出させていただいて2回目なんですけど、いやすごい、もう5月とは打って変わって全然熱気が違いますね。いいですね、かき氷。いいですね。どこに行ってたんですか。あっこ、後で食べよう。クレープも美味しい。ちょっと暑いね。ちょっと水飲んでいいですか。皆さんも熱中症は気をつけて、水を飲みながら聞いてください。あ、ちょうどいいね。あ、すごい涼しいですね、あれ。めちゃめちゃいい。あれ普通に頭からかぶりたい。さあ、ちょっと次の曲に行こうと思いますが、さっきの曲聞いたことあるよって人います？何の曲か知ってました？って感じ。さっきのはAdoさんが歌ってたワンピースとねコラボしてた映画があって、それの中の曲です。逆光っていう曲、多分小中高生は見たんじゃないかな。私も2回ぐらい見ました。で、Adoさんのねがなり、あれこの逆光のがなりを聞いて、がなり勉強しようって思ってやってみました。で、結構ね喉に負担は来ないんでいい感じですよ。じゃあ次の曲もちょっと夏らしく、リサさんのホムラを歌わせていただこうと思います。ちょっとね、リサさんのバラード系ですね。で、今日はちょっとでも涼しくなるようにピアノバージョンを持ってきたので、涼みながら聴いてください。悲しみよりもっと
ありがとうございました。リサさんのホムラでした、ね、ピアノバージョンもいい雰囲気になるでしょうか。